もう30個食べました。天然魚ナンバーワン。賞もらえる？じゃあ私のティッシュでも。そんなの安物じゃダメだな。10個食べた。まだまだ。お結論。何これちゃん。不是，我要先讲话，你才能抢。抢。嗯，阿里嘎多。我要先讲话，你才能讲，你才能说阿里嘎多呀。你抢完之后，我要先说一句话，你才能讲。自分でもいいだよ。ありがとう。何それ？いただき。なんで人のものを食べたがるのかな。わけわかんない。これ最後だから返せ。返せ。やだよ。返して。いいんじゃない？別に後でビアカに行くし、それもっと美味しいだよ。Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是贺田泉。老规矩，视频中我去过的地方和餐厅呢，我会在我的评论下区写上地址跟名字，有兴趣的朋友可以看一下。一听到千叶呢，日本人最先想到的就是从市中心来的交通也很方便，东京迪士尼乐园和鸭川海洋世界等观光景点，美食呢就会第一时间想到花生，直卖所引以为豪的绝品冰淇淋大受欢迎。最近呢，我经常去千叶打球，回来的路上我都会去吃他们的特产花生冰淇淋。千叶呢，由于背靠面临太平洋的有利条件，加上平坦的气势和温暖的气候，千叶县无论农业、渔业、工业都很发达，因为它是以房总半岛为中心的城市，海产品那个便宜啊。千叶县呢，位于日本的关东平原东南部，是日本三大都市圈一的东京都市圈的重要部分，属于日本地域中的关东地方，由北部的关东平原和中南部的房总半岛组成。县东南方面朝太平洋，西则平临东京湾，西北面与东京都和埼玉县连接，北边呢与茨城县接壤，土地面积呢大约占日本的第28位，比东京都和神奈川县加在一起的面积还大，人口占全日本的第6位，平均年龄呢为42岁。千叶县的财政指数居于日本全国第3位，访日观光客是日本的第1位。我们熟知的成田国际机场啊、迪士尼公园啊、木栅国际展览中心啊，都位于千叶县。它是日本开发成就最为显著的地区之一，也是为数不多的农业、水产业、工业县。水果呢，那就是枇杷了。千叶的枇杷在日本是卖的最贵的，而且它也是日本天皇陛下最爱的水果之一。千叶呢有很多枇杷园，最有名的一个枇杷园叫做房州枇杷园，我连续去吃了4年的枇杷了。它那个枇杷的大小呢就比我的拳头小了那么一点点，去农园吃的话是一个人2800的日币，相当于人民币160多块钱吧。枇杷在日本真的算是很高贵的水果，就连在六月份枇杷的季节里，一盒最便宜的也要接近1000日币，50多块钱人民币吧，里面只有6个左右。我每年呢就想着去这个枇杷园呢吃个够，就想着呢能把一年的份儿给吃回来。人不都说一样东西吃到吐的话就不会再想吃了吗？我也不知道为什么好像还是特别想吃，也可能是因为贵的东西吃不腻。今天呢我的目标呢是30个，走吧，我们一起去看看日本的枇杷园。人生の初海ホタルです。现在在的这个高速服务区是耗资1.9兆亿造起来的海上高速休息区，日本东京湾海中间的高速，它有一个非常可爱的名字，叫做海上萤火虫，日语是海ホタル。海呢是海的意思，ホタル呢是萤火虫，意为萤火虫之海。这项工程通车于1997年，就比我小了5岁。为川崎市和木根津市之间通行的乘客节约了大概45分钟的行程。这条隧道的名字叫做东京湾水隧道，日文跟英文的名字叫做 Aqua Line。在这条隧道的入口人工岛上，一个大型的休息区就是海上萤火虫啦，使 Aqua Line 从中脱颖而出。这个人工岛主要是由商店和餐馆组成的休息区，以及可以俯览海湾的瞭望台。白天呢看上去就像一艘航空母舰，而晚上发出美丽的点点灯光，犹如一只只飞在海面上的萤火虫，所以因此得名。ここから見えないね。どうにか見えないなと思って。お金いるんだね。海上萤火虫总共有5层，4楼是休息区，里面有电影还有水族馆，5楼是饮食专区，各个美食店都聚集在这里，并且可以从这里观看海上风景的最佳视角，可以看到专属海上萤火虫的独特景色。
海底道的隧道，目前是世界上最长的隧道。但是由于行驶时间受季节、星期几等道路的交通状况影响，这条隧道呢真的很容易堵车。这就是为什么我在日本生活了10年，这条隧道呢已经通过了数百次，但这却是我的初次海上萤火虫之旅。限定の商品となっております。わーお、いっぱいビュー上がりますね。こんな感じです。俺たちね、あとで行くのビュー上がりもこんな感じです。これで積んで食べる。これはね、虫に食べさせないようにこうやってわざとしてます。毎年来てますよ。あら去年も一昨年も。あら、あれだね。うん、今年はね、ビアが甘いですよ。でも去年も一昨年も結構美味しくて甘かった。東京はどちら？横浜です。あ、横浜。おじさん農園のビアはやっぱり千葉でしか売ってないですか？あ、そうだね、あの東京にも出てるけどね。あ、あるんですね。うん、何スーパーとか決まってますか？スーパーなんかは売ってないね。高級果物店なんですよ。高級果物三匹屋とかね、高のフルーツスーパーで売ってるやつはね、はい、九州産が多いね。九州もビワの産地なんだ。長崎が。ここ電車もあるんだ。電車ある。結構本数少ないじゃないですか。そうだね、1時間に1本ぐらいかな。ありがとうございました。はいはい。おー、アジサイが綺麗。モデルさんかしら。モデルですよ。あ、こんなんだ。いや、YouTube を撮ってますので。あ、これどうしましょう。これね、今説明するけど、ビニールになるからね。はい。ビアって一個ずつこうやって袋に入ってます。はい、真ん中に切れ目があるの分かります？こうね、パッと広げてください。はい、ちょっとこれまだ色が薄いなと思ったらまたそっと閉めといてください。こんな感じでね、色が大、あの結構オレンジ色になってきましたら召し上がれます。これをね、出る方向に向かってピッてやると簡単に折れます。食べていただくビアの袋と皮と種は今私たちはこちらのビニール袋に入れるよ。割とね、木の上の方が色づいてるものが多いので、脚立等を使ってもいでもらいます。それがめんどくさいなって方にはね、ここにね、カゴの方で用意してありますんで召し上がってください。あ、うん、でももう私のこと覚えてないよ。ここがマスターが取ったビワです。めんどくさがり人はカッコのビワ食べてもいい。今お腹空いてるから、まずマスターが取ったビワを食べます。いいよ、大丈夫。うん、ファンがそんなにいないけど。あの登録してあげるよ。お願いしますよ。名前は鶴田泉。鶴田泉、漢字。鶴の鶴、田んぼの田。泉はあの泉。ああ、千って言ってね。100人ぐらいが集まる。ああ、ありがとう。本当に？本当に？でかい、見て。甘いですか？甘いです。頑張ります。頑張ります。頑張って食べるのかな。ねえ、そうですよね。毎年来てます。贅沢だよね、これね。そう、贅沢なんですよ。スーパーで結構高いんですよ。10個食べた。まだまだまだ。これちょっと小さいかも。でかそう。あ、これ大きい。よいしょ。あ、これでかい。あ、これもでかい。あ、落ちた、なんか。
よいしょ。これちょっと黒いけど大丈夫？それね、日焼けによるシミなのね。あー、そっかそっか、うん、ただね、皮が剥きづらいってだけ。あー、ほんとだ。甘い？甘みは変わんないよ。おー、ってことは女の子もそうでしょ、顔が可愛くなくても優しいよね。それはその人の個々の性格もよるからね。カメラマンになりました。カメラマンになりました。そして、はい、あのそこの遠い角度から撮ってもらいたい。このまま移動し、私が通ったビワです。あら、こんなでかい。去年でビワからやってなかったっけ？やってました。期間が短かったっていうこと？今年もちょっと短いです。今年はいつまで？来週まであるかどうかって感じ。ビワが少ないかな。ビワ自体はそんなに少なくはないんだけど、普通に明るいから取り切れなくなっちゃう。こうやって落ちちゃうともったいないから、どんどん上の方にどんどん燃えてきちゃうのね。それであの果物屋さんに出してるね。販売用にしたりとかね。なるほど、ね、うん、美味しい。この前来た時、農園のお兄ちゃんがここのビワ天皇さんに出してるって言ってたよ。あ、本当に？天皇陛下ね。うん。あ、こんにちは。はい、もう30個食べました。30個は記録ですね。あ、本当に、うん、みんな結構そんなに食べないですか？20個ぐらいが多い方だよ。今年度ナンバーワン。今年度ナンバーワン。ナンバーワン。賞もらえる？じゃあ私のキスでも。そんなの安物じゃダメだな。このお兄さんかな、ある年すごい赤いのシャツで来て1000枚写真も撮ってくれたよ。こんな橋を登る女の子見たことないって言われた。落ちてるんでしょ？あ、結構落ちてる。これ何？これもう食べれないってこと？熟してくると落ちる、ポトポト。じゃあこれはどうするの？捨てちゃうの？もう捨てちゃう。捨てちゃうの？じゃあ私待って、書いていい？いいよ、別に構わない。あ、ダメじゃない、ほら、壊れるの、腐ってる。落ちてやつはすぐ腐っちゃうね。ありがたかったりしました。あー、ダメだね、でも、ね、うん、これダメだね。ここに3個入ってるから4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、もうない。今日23個食べました。じゃああれですね、ちょっと食べる人部類に入りますね。あ、本当に、はい、一番食べる人何か。今まで過去最高は61。61個も結構膨らんでる人。男性でしたね。こんな、うん、すごいね、61なんだ、うん、ああ、ごちそうさまでした。太不可思議了，怎么就23个？怎么我就只吃了23个？我回来这一瞬间离开那个农园我就后悔了，我怎么就才吃23个？我的能力就这么差吗？简直就是侮辱我，我就不信这里没有一个能吃过那个61个的人。今年反正是没有机会了，要是也只能等到明年了。今海鮮物食べに来ました。お、すごい、なんか磯丸水産みたい。広っ。広い。さて何があるかまず見てみよう。ホタテ、カキ、イカ、チビ魚と豚肉。サザエ大好きです。よっしゃ、食べよっか。
さすごいこれ油めっちゃ乗ってるからすごい美味しい。出来上がりました。ホンビナスです。結構でかいですね。この海で取ったんですか。どこで取れたのかはまだ私では分かりたいなるほど。その日によっても多分違うと思いますので。なるほど。これお腹の中にたくさん卵がある。何の魚ですか。めっちゃでかいこれ。めっちゃでかいこれ。顔と同じぐらいの大きさ。この黒い部分はうんこでしょ。捕捕的新鲜鱼类当场烤着吃，如果有了这样的奢侈，对于喜欢海鲜的人来说就受不了了。主要还是这个原汁原味的，连食盐都不用加。记住去千叶一定要吃一顿烤海鲜再走哦。人均2700不到3000日币，人民币差不多150块钱左右吧，90分钟随便吃。但如果在东京这边吃的话，价钱可能就要翻倍了，毕竟人家是家附近就能抓的嘛，路费也省了。好了，感谢你们没有在中途关掉了我的视频。视频的内容对于你来说有那么一点点帮助或者启发的话，对于我来说都是很开心的，谢谢。哦，对了，不要忘记再点个赞，然后再帮我分享一下呗。如果你还想看我下期视频的话，可以顺便再关注我一下，谢谢。